園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり、さら宗樹の花の色勝者失水の断りを表す。下におごれる者は久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、おごる平家は久しからず。開館第一の名文章、この平家物語の難解な文章が私もスラスラと言えるところは三平もあんまりバカではございません、大変でございます。名文章というのはいつ読んでも聞いてもいいものでございまして、国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国だった、信号所で汽車が止まった、夜の底が白くなった、これは川端康成先生の雪国という、これはもっと現代的になりますと、彼女はうつむいたまま歩むように言った。彼は彼女の肩をそっと抱いて、好きです好きです、よしこさん大変でございます。平家物語の中の、名文章でございます。おごる平家は久しからず。人間というものはあまりおごりに長じてはいけない、そういうわけでございます。本当私もこの間ちょっとおごったがために、大した思いではございませんが、中華料理店入って餃子を2人前と酢豚と麻婆豆腐と、チャーハンを2人前食べたために、今月は財政上非常に打撃を受けまして、いまだに回復がつかないで赤字に悩んでおります。大変だ。だから人間というものはあんまりおごってはいけない。平清盛公はあまりに権勢を欲しいままにしたんで、平家追討の御臨死が法皇より下る。一番最初都へ乗り込んでまいりましたのが木曽の義仲という武勇絶倫の大将、ね、栗川峠のいらっしゃいませ今いらっしゃるんじゃないかって噂してたってことだ。今日は三平が一生懸命古典に挑戦をいたしました。普段くだらない話ばっかりしてお叱りを受けまして心を入れ替えまして、源平盛衰期でございます。今枕のところでございまして、おごる平家は久しからず、それだけご記憶を願いたい。これはお家にいろいろ関係がございますから、僕ぐらい愛嬌のある芸人はおりませんな。芸がないから愛嬌で持ってるよ。そういうとこは拍手よろしい。それで栗原峠の一戦に木曽の義仲ことは鍵湯の術という三国志の中の兵法を用いた。後ろ角に松明をつけて平家の陣中に放した、ね、何のことはない。平家の陣中はその気泡がサドンリーアクシデント、大変では突然の突発的な事故が起こったんで驚い、内緒の後ろ角に松明でございます。もうバーベキューの親方が飛び込んできたような。平家の顔はできませんぞ、水をかけろ。さあ水をかけたんですが消えなかったわけで、これは消えないのが道理でございます。焼け牛に水というのは、お嬢様お分かりいただけませんか。それでは、説明をさせて、これは焼け牛に、焼け石に、本人もよく分かりません、焼け石に水と焼け牛、シャレでございまして、ありがたい、本当に幸せでございますな。本当もうこちら一生懸命やる、昨日はこの源平は、ね、私が、先代、林家正蔵でございます。私の父で、実の父でございまして、七代目林家正蔵の口伝でございます。これもう本当にお嬢さん本当に信じてください。でその通り未だに行かないんで、日夜芸に、芸の奥も難しいんで悩んでおります。いや笑い事はございません先生。本当もうだから親父が正蔵で、私が二代名人に二代なしと、こういういろんな。ちょっと家のほうは勝手が違ってまいりました。ここでまあ大変だ。これは、逸話がございまして、親父は一度も差し向かいで稽古をしてくれませんでした。私が行ったのは、稽古に行ったのは仙台金馬師匠、これは道館を習いまして、それから行ったのが、日本一の道館山にお住まいになってた、新潮さんのお父さん大師匠でいらっしゃいます、新潮師匠に稽古に行きまして、その頃は青春に燃えて
高額の市でありますから、私はもう一生懸命か新潮市をあの満州から引き上げてらっしゃって、どてらかなんかでもう扱んで、もう長島町にさんちゃん来たのって言って、なんかいどうこっち上がりやって言われて、お稽古はいいやいいや稽古なんて、どうかい裏の口格言できたね、へーって言うおかえりなんて言うで、この源平盛衰記は、東方名人会で親父がやってんのを幕の外から、先代三五郎師匠が芸は盗めよって言うんで、こういう人があの師匠方がおやりになってる時は本意気、本当の意気ですから、それを盗め、分かったなっていう教えがありまして、うちの親父がお前三平や、お前聞いてないよって言うんで、へいって言うんで聞きました。その息だけをもう文章やなんかは本に講談落語全集があるから、それでやその息だけ盗めって言われたんで、はっ聞いて、そ一度会いたいで稽古をしてもらいたいなと思っているうちに、親父が、肝硬変で亡くなってしまって寂しい。でその、気覚えというのはどっか抜けてるとこがあるんで、小縁というのがその自分、二つ目の名前で柳家小縁、今の天才とか政務次官になった方3日でこれまあいろいろこれあいつは稽古熱心で、大師さん、2つ目の名前は小縁で、小縁さんが、兄さんっていう、我々先輩は大概兄さん、稽古してくれて、何やんのって言ったら、源平、おおそうか、えらいもんですなあいつは。この源平を3日で覚えて、3日で。で、今度、ご指名がありまして、源平を口伝ということでやれって言うんで、ディレクターの方から仰せがありまして、私は今日やろうと思う、忘れちゃった。できないっていうのは、誰か源平を教えてくれる人がないかな。運命というものは輪廻の輪のごとくという。私は恥ずかしながら、男子のところへ稽古に参りましてこれは楽屋話でございますが、で私は10日間かかったこの話を思い出してやるのに、坊ちゃん聞いてくれだからもう、で男子は、私に稽古に来た何年か前は手ぶらで参ってずうずうしい男ですから私は今度行った時には羊羹ぶる下がってますまあそういうんで都へ乗り込んでまいりました。もう源平入っておりますから殺して聞いてくださいますよ、お願い申し上げ、源平都へ乗り込んでまいりました義仲公は、木曽の山中でさっきも申し上げたように育ったんで、人の、エデュケーションは、サラウンディングス、人の環境によって性格は支配される。まあ大変でございますな、本当にお客様の前ですけど、粗暴の振る舞い、わがままな振る舞い、乱暴な振る舞いが多かった。もう、乗り込んでまいりまして、あのね、京都へ上がってくる、登ってくるという言葉では、今ならば軍歌かな、貴様と俺とは同期の桜、同じ兵、私なんかもう太平洋戦争の勇者でございます私が戦争行ったんで、日本が負けたって演歌さん悪口言っておりますけど、あの方は戦争中新大久保の駅員をやった新大久保慌てもんでございますから、ポイントの線路の切り替えを間違えて電車を転覆させた男、今演歌さんは真面目にやっていれば、新大久保の駅長になったんですが、それをひっくり返したんで、駅長がひっくり返したんで懲役になった、まあ、これはここだけの話だ。その俗用がよかろうというので巴御前を連れた義仲公、その民謡、木曽の中則さん、木曽の、あんまり大きな声で歌うと表通ってる方はただ聞いちゃうといけない、これは鈴本でやるともっとウケるんですけど大変な、これ我々にはそういう苦しみはございます。木曽のな中則さん、木曽の御嶽さんは乗り込んでまいりました義仲公が、さっきも申し上げたように乱暴の振る舞いが多かったので、時の法王がお怒りになって義仲を追放せよ。これを NHK の臨時ニュースで聞いたのが、伊豆に逃れておりましたもう頼朝公、源家の嫡男、木瀬川というところへ来て、
陣を張っておりますと、これも、伝え聞いた奥州秀白館に逃れていた弟の義経、幼名牛若丸、長じて九郎方外義経、小さい時散々苦労したから九郎方外。大変なことだしな、瀬川へ来て兄者人に面会を申し込む、両友相会するいとも慎重なシーンが展開された。チャイム本からバンバンバン、あ、閣下に面会でございますが、召喚が出てまいりました。あ、そうですか、義経さん。あ、じゃあ今閣下にお問い合わせしますから。閣下、大和義経という青年が友の二十期ばかり連れて面会でございます。あ、そう。それでは応接前通してインスタントコーヒーかなんか入れて、うん、今行くから。頼朝公意義を垂らして応接前に来てみますと、孫うことなき弟の義経、その方が義経であるか、兄者人にござりまするか、その方を身につけ亡き父上を思い出す。もそっと聞こう、兄弟力を合わせて共に源氏の天下にしよう。相分かったな、もそっと聞こう。握手をしよう。握手をします。まあ、英雄同士の握手ですと一種祝電たる形があって一服の名画になりますが、まあ今、まあ、男性対女性はこうはいきませんな。本当女の方は色っぽくなって鼻声でそんなにぎつくにいっちゃ指輪とか痛いわよ。いや、今日寄せなきゃ休んじゃいなさい。どっか行きましょう。三平さんね、そういうのは昔はいたんですけど、今はもう本当に今なんな。本当に困ってた。私なんか今年去年ですか、じじいになっちゃった。いやじゃあね、奥さんだけは頼りな、こうなったら奥さんだけ聞いてくから。去年娘の海老名みどりというあれが子供産んじゃった。孫じゃない、子供産んじゃった。私の孫になる。聞いてくださいよ、身の上話ですけど、ね、子供が子供を産むっていうのはびっくりしました。子供が親を産むっていうのは大したことない。子供が親を産むのは八つ頭ばっかり。大丈夫なんですか。そこでごらん。弁慶の立ち往生を今やったところでございます。淡路の一戦に義経公義仲を、もう原編入っておりますから注意して聞いてくださいますよ、お願い。続いて寿永の3年3月3日乗り込んでまいりましたる潮取りの点検義経公、下には平家10万の赤旗、上には源氏の白旗、赤旗と白旗といっぺんに出されたんで踏切で機関士が孫ついたというくらい。お前焼きさんたこれ、これなる坂をうまくなるか、うまくなりませんが鹿ならば下ると気を得ます。鹿とさようか、うまくいきゃいいって言うんですよ。費用をもらおうって言うんで降りたがために、いまだに費用取り越えの点検とナバロンの要塞みたいに残っております。大変なことで、私が源平盛衰期の中で一番好きなのは何か、これは那須の与一扇の的、よろしくございますな。これはどういうことかというと、海上壇の浦に逃れておりました平家の船戦、軍勢の中から一艘の船が出てきて、三好へ砂防を立てて船面を開き、誰かこれを射てみようやと手招きをしたのが平家一等の美人、三津平家ともいう柳の舞という大変な美婦的。いい女のことを昔の方は美婦的と言って、悪い女がコロッケ、アバタのあんのがメンチ棒、はらんでんのをポテトフライと名付ける。大変だね、元気の方ね、寄ってらっしゃるなこと。元気の方、これは船の、そう、これは船のお遊びよ、戦の中のプレイよ、ね、源氏のお方で腕の立つ弓矢の名人がいたら、この扇を射落としてごらんなさい。射落とせたら辻裏ではないけれど、源氏は京都へ登ることが、京へ登ることができるでしょう。もし損じたらば、平家はまた壇の浦から海上の勢力を増して京へ再び登ることができるのよ。誰かこれを射てごらんなさい。大変な美人が手招きをしていったんで、もうこれを見ていて、もう大変な美人ですからな。髪はカラスの胸灰色、額は三国一の富士みたい、眉毛は遠山の三日月眉毛。もう今のご人の方はうちの家内なんか鉛筆でこう書いてあって、こう一直線とか夏なんか太陽に溶けてこう顎ひもみたいな。それでアイラインなんてよくありませんな。
本当この間ねパッと目覚ましたらタヌキ赤べしたみたいな。それでもう柳の舞は雪、もう残んの雪を頭にかごと肌が真っ白で、今朝食べたお漬けの実があばらの3枚目に引っかかってるのよく分かった。まあ大変な美人で、もう本当は胸切りしたとかすな、これはそばまんじゅうのね、ぴったあずきかな、うちのかな、子供に、長靴が2本ぶれない、夏シミーズ1枚で廊下を入れるとはみ出してブランブランしてる、後ろから見て手が4本あるみたいな。とかあの大喜利をいるものはなかろうかと厳選の結果選ばれましたるチャンピオン下野六期の住人安野那須野市宗隆君、県立高校の優等生五条かしこまって候と与市宗隆その日の入れ立ちだ見てあれば愛おどしの鎧一着なし足毛の駒に金クリンの蔵をいて打ちまたがりはいよー通すパパ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 乗り込んでくる波打ち際矢物なかなか遠ければ茂子の弓に矢をつがえ満月のごとく引き絞り急んじたらば原形一刀の恥辱である腹かっきって打ちになさん弓矢八幡大菩薩を念じたり。三平も良くなると講談もマスターができると大変なのはこれはあの平家琵琶がよろしいんだそうで、ありがとうございます。お客様の前につけるこの壇の裏の続きおごる平家落ちまであるんでございます。時間も迫ってまいりました。この平家琵琶で大変高峰竹風先生、うちの親父が口伝で竹風先生あの高峰美恵子さんのお父様でございますな、竹風流の、竹前琵琶の宗家でございます。これに習って琵琶は天神って持つとこはお三味線と違ってお三味線45度、琵琶は、89度5分ぐらい。琵琶には初殿、中殿、奥殿、階殿、一つの殿を上げるのに4年かかりますね。琵琶はだから4つで8年、琵琶は8年、柚子は9年。ベロン弓矢八幡大菩薩浪曲も入って天に通じておのずからちゃん風波も静まりつドブンって沈んじゃった。再び目を見しらいてみると扇もいい上にこそ見えたりけりコナンベリと小仏と切って放てば誤たず扇の絡めに当たりて一振り二振り春風にたなびいて海中に沈んでいく。あまりの見事さに敵も味方もクラツボ叩き船束叩いて那須与一大当たりピースが30ってパチンコ屋さんみたいで源平の半ばです。